3年でね一軒家を買うことね、まあ、私は冷静に無理だと思いますね <laughs> いやそれは何でかっていうと、うん、精神力なんですよねほとんどの方にはその精神力がなくってただいきなりね精神が注入される瞬間があると思いますんでそうなったら私の考えもその時に変わります特にあの3年で一軒家を買うことができるかどうかは 誰がそれをしたいのかによって、また私の判断も変わるでしょうね。実際、あ、この人だったらいけそうだなっていうのと、この人だったら今のところ無理だよねっていうふうにはなります。ただ、未来の可能性まで否定するものではないので、うん、明日になったらね、ああ、でも昨日はこう言ったけど、なんか今日のこの人を見てると、いけるかもしれないよねっていう風になるかもしれません。あの、やっぱり無用な焚き付けはやっぱり私できないと思うんですよ。というのがね、あの、 いや、本当にね、手放しで励ましたいんですよ。できるよ、できるよって。でも、やっぱりね、いきなりジャンボジェットの操縦はできないんですよ。うん。やっぱ段階を経ていかないといけないっていうところだと思います。特にお金を稼ぐってことについては、お金を払う相手の方がいらっしゃる、お客様の存在がいらっしゃるんで、あの、いきなりね、じゃあジャンボジェットに乗りましょう、みたいにはならないと思うんですよ。だから怖くてみんな降りちゃいますからね。うん。まあそうなるとね、 稼ぐところじゃゃななくなっちゃいますので特にあの3年で一軒家を買うっていうことは、うんまあ、お金を稼ぐことっていうのはねすごく大事なんですけどもこういうふうにね住宅天井に行って思うんですけどもお金があっても家をね建てることに賛同する人がいないとダメなんですよ。業者さんとかねそれから土地をこう売ってくださる方とかね。 だからお金だけを稼ぐんだったら、なんとかなるかもしれないですね。うん。でもじゃあ、家の契約を組んでくれるかっていうと、これがね、実はね、あの、私でも苦労したんですよ。うん。私の場合は、お金はあるのに、審査に通らなかったんですよ。<laughs> だからね、審査を通すために、またと手間行ったんですよね。うん。まあ本当にね、だからね、 夢を応援したい気持ちはありますけども、まずは軽自動車から始めてみたらっていうふうにしないと、大怪我をしてしまったりとか、人を巻き込んで、それこそ再起不能になってしまうんで、そういうことを考えるとね、うん、なんかその、できそうな人と、できそうにない人と、完全にダメな人っていうふうに分かれるのかなって気がしますね、うん。これはね、もう、至極常識論なんですよ。ただ、私と、 ただ、身近な人だけで言うと、常識論無視して、いろいろとお話ししたいところになりますけども、その、まあ、家を建てるとか、家を建てないまでも、お金を稼ぐってことに関したら、マーケットが関わってくるんですよね。常識の通じないマーケットが。っていうことは、その人たちに認められてお金を支払いいただこうとしたら、常識の世界にやっぱり降りていかないといけないところがあるんで、そこを上手に使い分けることかなと思いますよね。 うん、あのやっぱり励ましの言葉としては私はいくらでもできるよできるよって言いますけどね、うん、でも現実にこれがどうにかならないとできないよっていうような分析をしながら一歩一歩ね進めていこうかなと、うん、それがまあ伴走することかなと思ってるんであのやっぱりこう理想論と常識論これを上手に使いこなしていかないとなと思いますね。えー、特にあのなんかこう 影響を受けてね、ポカーンとする人とかいるんですよね。その人には、たまに水をかけて冷静になってもらって、ここは常識論でいこうみたいな感じで、緻密に緻密に進めていかないとなというところですかね、うん。やっぱり私たちが相手にするのは、うん、大多数の常識的な発想と常識で動いてる方なんで、そこに合わせていかないと信頼は得れないかなというところなんですよね。 ま気持ちとしてはね私もねあやっちゃえよできるよできるよなんですよ、うん、それだけでは通用しないという <laughs>、ね、くどくどとしたそんな動画でございましたいってらっしゃい